ベルマーレの反町監督、就任1年でチームを J1 に導きました。人数をかけて攻め込む狙い通りの攻撃を見せます。19分、坂本がシュート、最後はジャーン、先制点を奪います。しかし40分、オウンゴールで失点し追いつかれます。後半、反町監督は攻め続けろと指示、積極的にゴールを狙います。勝ち越し点は奪えませんでした。持ち味を出しながら引き分けたベルマーレ、指揮官は悔しさをにじませました。まあ、勝ち点3をね、取れるゲームではあったので悔いは残りますが、次につながるゲームであったということは間違いないです。おしまいはアナザーストーリー。今日 J リーグが開幕し、湘南ベルマーレが11年ぶりに J1 に戻ってきました。その中にプロ14年目で初めて J1 のピッチに立ったベテラン選手がいます。ここまでの道のりを支えてきたのは一枚のユニフォームでした。アナザーストーリー、あの日を忘れないために。坂本浩二選手31歳、 J2 だったベルマーレで戦い続けることを10年、チームの象徴的存在です。昨シーズンは13得点9アシストの活躍で J1 昇格に大きく貢献しました。J1 のチームで J1 のピッチに立ちたいっていう思いっていうのは、すごくずっと強く思ってたので。坂本選手は13年前、ジュビロ磐田でプロ生活をスタートさせました。しかし当時のジュビロはリーグ屈指の強豪チーム、リーグ戦は一度も出場できませんでした。10年前、出場機会を求め J2 に降格したばかりのベルマーレに移籍します。即戦力と期待されての移籍でした。坂本選手がずっと大切にしているものがあります。活躍するはずだった移籍1年目、怪我に泣かされ1試合も出場できなかった時のユニフォームです。期待して呼ばれたんですけど、期待に応えられなかったって。でもまあ1年でクビにはしないからしっかり直して来年出れるように備えろというふうに言ってくれたので、まあそれだけが心の救いだったかなと思いますけど。翌年、怪我が治った坂本選手は本来の力を発揮し始めます。背番号とユニフォームが変わる中、あの年の思いをずっと胸に抱いてベルマーレで成長を続けてきました。そして今日、初めて J1 のピッチに立ちました。積極的にゴールを狙う姿勢が先制点を引き寄せました。日本のトップリーグでプレーできるっていう喜びと、その勝ち点の一つ一つの重さっていうのを感じましたし、まあ、10年自分を必要として契約し続けてくれたチームだったり、やっぱずっと苦しい時期も応援してくれたサポーターに対して、今年1年は本当に恩返しの意味を込めて結果で返していきたいなというふうに思います。